林楽、林芙美子作。私は家の人たちには無断で東京へ出てきた。終戦となって間もなく私の村へ疎開してきていた東京の人たちは慌ててみんな東京へ帰ってしまった。田舎で一生暮らすようなことを言っていた人たちのくせに、戦争が済むと本田さんも山路さんもみんな東京へ戻ってしまった。私は東京というところはそんなにいいところかと思って一度東京を見たいと思った。姉さんは長いこと大阪へ女中奉公に行っていたのだけれど、戦争が始まってから戻ってきて家の手助けをしていた。兄さんは二人とも出征したのだけれど、内地にいたので終戦と同時に戻ってきて家にゴロゴロしている。私たちは今にどこかへ働くところを見つけなければならなくなるだろうと姉さんが言った。大した電池もないのに、こんなに元気なものがうようよと一つ屋根の下に暮らしていては今に暮らして行けなくなると上の兄さんも言っている。私は6人兄弟で、私の下にまだ3人も小さいのがいるので、一日の食事は頭痛の種だとお父さんが口癖のように言うようになった。私は決心して仲のいい駅員の人に頼んで東京行きの切符を買ってもらった。お母さんに知られないようにして10日分くらいの食物をリュックに詰めて、私は去年の10月4車に乗って一人で東京へ来た。東京へ来たらぜひ家を訪ねていらっしゃい、ご恩返しをしますわと山路さんの奥さんが家へ米や野菜を買いに来るたびに言ったのを覚えていたので、東京へ着くなり私は訪ねて山路さんの家へ行った。山路さんは工場を持っていて、熱海というところには別荘もあると言っていたので、どんなに大きい家かと思ったら案外小さい家であった。奥さんはびっくりして私を見ていた。家出をしてきたのだと言うと奥さんは困ったような様子で、東京はとても食物が不自由なのよ、第一家も焼けて今はよその家を借りている始末なのということだった。私は2日だけ泊めてもらうことにしてすぐ働き口を見つけようと思った。東京は随分焼けていた。びっくりするくらい焼けていた。本当に気の毒だと思った。山路さんの奥さんは私に田舎の不平ばかり言って田舎の人は悪人ぞろいだというので私は腹が立った。田舎にいるときはあんなにペコペコしていて、東京へ来ると随分人が変わったようになり、田舎でなくした着物や時計を取り返したいくらいだと言った。私も奥さんからお嬢さんの着物を2枚ほどもらっていたけれど、あまり不平を言うので返してしまいたいと思った。私は山路さんの家の人たちをいい人たちとは思えない。奥さんにご主人のお母さん、女子大に行っているお嬢さんが2人、みんなツンと済ましていて、寝る時も一番汚いボロボロの布団を貸してくれた。一晩だけ山路さんの家へ泊まって、私は上野駅に行った。そこで私は小山に会った。上野駅の電車の乗り口でぼんやりしていると、どこへ行くのかと話しかけてきた男がいた。私は東京へ働き口を見つけて知人を頼ってきたのだけれど、そこで白状にされたからまた田舎へ帰るのだけれど、切符が買えなくて困っているのだと話したら、その男の人は東京で働きたいのならいくらでも職を見つけてやるから自分の下宿に来ないかと言った。私は破れかぶれになっていたので、どこで世話になるのも同じだと思ってその男について行った。男は浦和のアパート
というところに住んでいた。見る影もない汚いアパートの2階で、4畳半の狭い部屋には布団と自炊道具があるきり、畳は芯がはみ出していて、万年床が窓際に敷いてある。小山は神田の小さい製薬会社に勤めていた。40くらいの人だった。お金をたくさん持っているのが不思議だった。おかみさんは空襲で亡くなって、今は一人暮らしなのだと話していた。その夜、私は小山と一つ布団で眠った。私は小山がいろんなことをするので、はじめはびっくりして、なんだか恐ろしくて仕方がなかったけれど、田舎へ帰ることを考えると我慢しようと思った。小山は私のことをもう20歳過ぎの女だと思ったと言った。私がまだ18だと言うと、田舎の娘は老けて見えるねと言った。私はどうでもいいと思った。考えたところでどうにもならないのだから、こんなに親身になってくれる人がいるのは幸せだと思った。小山はとても私を可愛がってくれた。私もだんだん小山が好きになった。小山が会社から戻ってくると、私たちは二人で映画を見に行った。やがて寒い冬が来た。私は着物を持っていなかったので、一度田舎へ取りに行こうかしら、と小山に相談すると、小山は、田舎へ行ってはいけないと言って、どこからか私に似合う洋服や外套を持ってきてくれた。私は勝手に町へ出て美容院でパーマネントをかけた。小山は私に、お前はハイカラな顔をしているから、まるで西洋人のようだと言った。ダンサーになったら流行るだろうと言った。私はダンサーになってみたいと思った。新聞を買ってきてはそんな広告を探してみて小山に相談をすると、小山はきっと反対するだろうと思ったから、私は勝手に志願して行ってみた。そこは日本人相手のホールで、素人は2週間ほど稽古をしてもらうことになっている。私は昼間そこへ通った。そこで学士をしているという栗山に会った。栗山はまだ若くて復員してきたばかりで、気持ちのきれいな男だった。栗山と話していると、なんとなく私は気持ちがよかった。栗山は外食券でご飯を食べているので、たまには家庭の飯が食べたいというので、ある日私は浦和のアパートに栗山を連れて帰った。小山が闇の米を買ってくれていたので、私はそれを炊いて、イワシを焼いたり、肉の味噌煮をしたりして栗山に食べさせた。田舎から出てきて小山と生活をするに至った話をすると、栗山は驚いた表情で、君はそんな無知な女なのかね。君を見ていると、いかにも利口そうなインテリジェンスが感じられるが、これは神様の皮肉だね。君は世の中を甘いと思っているだろうが、危険な生活だね、と言った。だけど、こんな世の中になって何ヶ月かを東京で暮らしてみると、みんな私と似たり寄ったりの女が多いのだ。栗山を駅まで送っていくと、駅で私は大きい風呂敷包みを担いだ小山に会った。栗山はさっさと行ってしまった。私はアパートに帰って散々小山に叱られた上、髪の毛を握って打つ蹴るのひどい仕打ちを受けた。そんなことをされると私は急に小山が嫌になってきて、ゾッとするような肌寒い気持ちになった。私は出ていくつもりで街灯を引っ掛けると、小山は急いで私を押し倒して腹を2、3度蹴った。私は背中が割れるような痛さを感じた。寝床へ引きずり込まれると、小山は私のパーマネントの髪の毛を弱々とハサミで切ってしまった。
私は腹が痛いのでじっと目をつぶっていた。2、3日は身動きもできないほど体がうずいた。鏡を見ていると私のまつげが人並み外れて長いのが嬉しかった。頬の骨が少し高いけど、唇は肉付きが厚くて、紅を塗るとなんだか西洋人のように見えた。白い大きい前歯と人並み外れて大きい乳房、ほんの少し通ったホールの女たちよりも、私はなんだか自分の方が綺麗なように思えた。ダンス教師は私の足を見て、随分いい足をしていると褒めてくれた。志願した女たちの中でも、私は背が高い方だった。私はあのホールの華やかな景色が忘れられない。こんな汚いアパートにいて、年を取った男と汚い布団に一つ枕で寝るのはつくづく嫌だと思った。栗山が私のことを、神様が皮肉な作り方をした女だと言ったけれど、私はこんなところにじっとしていられない気持ちだった。私は何か込み入ったことを考えると、すぐ体中がむずがよくなる。考えることは嫌だ。2、3日して家を出てしまった。いつも駅の前におでんの屋台へ店を出しているおばさんの家を知っていたので、私はそこへ行った。おばさんは子供が2人いて、自動車の車庫の裏に住んでいる。何度もおでんを食べに行って顔見知りだったので、おばさんは心よく止めてくれた。渡る世間に鬼はないと言うけれど、私はここからホールに通っていった。栗山はその頃他のホールに変わっていた。私はそのホールに会いに行った。栗山は、君にそんなことを求めるのは無理かもしれないけれど、僕は利己主義で潔癖だから、一緒になるのは困る。と言った。栗山という男は、ただ夢みたいなことにばかり憧れている。一緒になるのが嫌だと言われると、私はかえって心の中が勇み立つような気がした。私は2ヶ月くらいも栗山とは会わない。そのくせ栗山とは何でもなかっただけに、始終心にかかって思い出されて仕方がない。私はずっと小山には会わなかった。会いたいとも思わない。私は2、3度、違う男と田舎の宿屋に泊まりに行ったけれど、この頃になってなんだか自分はもう悪い女になっているような気がされて、時々心の中に寒々とした風が吹き込んでくるような気がする。おばさんもこの頃はすっかり私の格好が変わったと言った。6畳2間きりのじめじめした家だけれど、私はこの家がすっかり気に入った。子供は14になる娘と12になる男の子だけれど、どっちもいい子で、まるでいいところの子供みたいに言葉つきがよくって、親孝行なので驚いてしまう。私がどんなに夜遅く戻ってきても、おばさんは小言一つ言わないし、自分の子供と同じようにしてくれるので、私はこんな綺麗な心持ちの人は珍しいと思った。私はホールである会社員と知り合いになった。その人は少しも踊らない。連れの人と来て、いつもぼんやりと人の踊りを見ている。ある日偶然八重洲口の駅の前で会って、しばらくお茶を呼ばれながら話した。ジャワへ行っていて、この頃復員したばかりで、まだどこにも勤めていないと言っていた。帰ってみたら、奥さんはよその人と一緒になっていて、家は焼けてしまい、今は友人の家に同居しているということだった。この世は面白いこともなければ、悲しいこともない。
もう偶然だけを頼りに生きているようなものだと言っていた。難しいことはわからないけれども、人生に遠く置き去りを食っている自分はいつまでも苦しい二日酔いのような毎日だとも言った。私は寂しかったので、この関という人がすぐ好きになった。関は痩せて背が高く青黒い顔をしていた。会うたびに、どうだい、面白いかねと聞く癖がある。だから決まって私も、ええ、とにかく面白いわと言っておく。夏になって二人は伊豆の大神温泉へ行った。小さい旅館へ泊まった。席はウイスキーを持っていた。私はうちのおばさんに頼んでお米を買ってもらって持って行った。畑の中の何の変哲もない旅館だったけれど、カエルの声を聞きながら夜更けまで二人はウイスキーを飲んだ。関は死ぬる話ばかりしていた。私は生きている方が面白いという話ばかりした。蚊帳に入ってからも関はあまり酔ったのか、黙り込んで泣いたりしていた。私はおかしくて仕方がなかった。夜半に私は一人で温泉に入りに行った。大臣へ一晩泊まって私たちは東京へ帰った。それから二、三日して関は自殺してしまった。あの時からあの人には死神がついていたのだろう。私も二、三日は悲しかったけれど、だんだん関のことも忘れてきた。私は桃子という名前でまたホールを変えた。その日その日が重大で、田舎のことも自分の行く末のことも何も考えないくらい、私はとにかく踊ることと遊ぶことで忙しかった。お金はありったけ使ってしまうので相変わらず貧乏だったけれど、何か食べたいときは見ず知らずの人がおごってくれた。9月に入って私はどうも体の調子が変だということに気がついた。すぐ関のことを思い出したけれど、子供を産むのは嫌だと思った。おばさんに話をすると、おばさんは子供だけは産まなくてはいけないと言った。子供ができれば私のような女もしっかりして将来のことを考えるようになるだろうと言った。私は子供を産むことなんか思いたくなかった。私はホールでも激しく休みなしに踊った。私のような女から生まれる子供は気の毒だと思う。秋風が立ち染めてきた。偶然に私は新宿の通りで小山に会った。小山は落ちぶれた姿でいた。私と別れてからもいい生活ではなかったように思える。立ち話だけれど、小山はお前のために俺はひどい目に遭ってねと2ヶ月ほど警察へ行っていたという話もした。小山はもう一度気を取り直して一緒にならないかと言ったけれど、私は嫌だと言った。昔の田舎娘がすっかり変わってしまって、どこのお嬢さんかと思ったと小山は呆れて私を見ていた。何をしているのだと聞くから、私は映画女優になったのだと嘘を言った。これから 1,2 年先には、映画小屋で会うことになるでしょうと言うと、小山は本気にして、俺はもう何もしないからお前と一緒に住まわしてくれないかと哀願するのだった。私は心の内でおかしくて仕方がなかった。男というものはみんな弱いものだと思った。私は弱い男は嫌いだ。小山はお茶でも飲もうと言ったけれど、小山はお茶を飲むほど金を持っていないだろうと思ったので、私はこれから会社に行くのだと言ってさっさと別れてしまった。小山のような男はどうしても好きになれない。新宿駅のホームにいると、ふっと私のそばにきれいな女の人が立っていた。灰色の背広を着て
茶色の大きいハンドバッグに同じ茶色の靴、おしろいも何もつけない顔は日頃の手入れの行き届いた美しい滑らかな肌で、瞳は大きくてきらめくような表情だった。何気なく通りすがる男たちがその美しい女の人に注意を向けては、ふっと私の方を見て苦笑したような表情で通り過ぎてゆく。私はなんだか馬鹿にされたような気がした。ホールへ行って仲間の人たちを見ると、新宿駅のホームで見たような美しい人は一人も見当たらない。あれは私たちと違ってたっぷりとした金持ちの娘に違いない。私は鏡を覗き込んで、世の中のまともな女たちとはどこか違うことを感じた。私たちの様子は私たちの仲間だけで、派手に目立つような化粧の仕方になってくる。目の縁に墨を入れて、唇いっぱいに紅を塗る。この頃はクリームのいいのがないので、食用油を背中や足に塗る娘もいて、天ぷら臭いので嫌がられる。私はセロファンのように薄い服を着て、見るからに昔田舎にも来ていたことのあるサーカスの女になったような気がしてくる。ホームで美しい女の人を見てからは、自分が汚く見えてくるようで寂しかった。首にガラスの首飾りをして、手首にメッキした金色の蛇の輪をはめて、桃色の髪のようなドレス、髪に大きい水色のリボンを結んで、耳輪は青い練り玉、指輪はルービー、靴は仲間のローズに世話をしてもらって、やっとの思いで買った中古の 黒革のハイヒール。ある男が私のことを、初荷の馬だねと言ったけれども、その時に意味がわからなかったけれど、後でその意味を聞いてとても尺に触った。よく栗山が、君は化粧しない時の方がずっといいよ。柄が大きいんだから化粧をすると妙に老けて見える、と言っていた。私は強い化粧をしないではいられない。前のホールではマネージャーが私のことをインコちゃんと呼んでいた。体の具合がますます悪いので、この頃はホールも休みたくなってくる。ホールを休むと私はご飯も食べないで一日中寝ている。おばさんは心配して食物を作ってくれるけれど、少しも欲しくなかった。この頃私はタバコを吸うことを覚えた。自分はだんだんいけない女になると思いながら、どうにも自制することができない。何か考え事をすると体がむずがゆくなるので、私は一日中寝て、夜更けて退屈すると一人でトランプをする。一人占いをしていると、今にも幸福なことが来そうな気がする。綺麗な結婚ができるような気がしてくる。日のよく差す明るい家で、私は可愛い赤ん坊を産む。そんなことを考えるけれど、すぐまたホールの音楽の音色が耳についてくる。仲間の友達もあのホールの中で男の人に騙されたり騙したりの暮らしだけれど、どの女も大抵は騙されたりの方で、案外順調で気のいい女が多い。この頃ホールに私を好きで来る人が一人ある。何の商売をしている人か知らないけれど、私はその人がとてもキザなので嫌いだ。青いハンカチで顔を拭く癖だの、いつも赤い小さい櫛で髪の毛をなでつけているのは虫唾が走る。田舎では考えたこともない妙な男がホールにはよく現れる。何をして暮らしているのかさっぱりわからない。友達もみんなそれぞれ好きな人や恋人があるのだけれど、はたから見ているとあんな男をと思うようなのを女たちは大真面目に愛している。そして
別れてはまた別の人に会い、また別れては別の人に巡り会う、というような儚い日が過ぎてゆく。昼間はまるで艶やけのない陽陰の草のような私たちも、夜になるとやっと息を吹き返してくる。楽屋ではお菓子のようにホルモン剤を飲んでいる女もいる。私たちの風呂敷包には汚れた清水に、手製のパン、縫いかけのブラウス、読みかけの汚れた小説本か雑誌しか入っていない。ハンドバッグの中にはまとまった金を持っているものはほとんどない。初荷の馬たちはみんな貧乏だ。この頃時々田舎へ帰りたいと思うことがあるけれど、それもただそう思ってみるきりで、泣きたいほど故郷へ戻りたいというのではない。私はおばさんのところへ毎月300円ずつ払っている。おばさんは少しも変わらない優しさで、私にいつも無理をしないで、そのうち堅気な仕事に就きなさいと言っている。私は女学校も出ていないので、堅気な仕事なんかはないと思う。大変な失業時代が来ると誰でも話している。ある日久しぶりに銀座で、栗山は案外親切でこんなことを言った。どこを歩いたって同じことだ。お前さんに似たり寄ったりの女ばかり増えていて大したこともない。時々桃子のことを思い出してどんなになったかと心配してたんだよ。当分はまあどうにも仕方がないお互いだね。私はなんだか胸がいっぱいになってきた。二人ともお茶を飲む気もしなかったので、夕方の街を丸の内の方へ歩いて、宮城の方へ散歩した。もう虫が辺り一面泣き立てていて、秋吹けた感じだった。栗山は小さい楽団に入って、ずっと旅回りをしていたと話した。景気はいいのだそうだけれど、栗山はたくさんの家族の面倒を見ているので、どうにもならないと言っていた。私は、栗山さん私ね、もう誰かと結婚したいと思うわ。と言ったら、栗山は真面目な顔で、この世の中で結婚ができるかい。結婚なんて考えたっていい相手は見つかりっこないよ。と言った。私は、どうも赤ん坊ができているようだと話すと、栗山は、いいさ、何でもいいよ。赤ん坊も産んだらいいよ。その時は知らせな。少しくらいは工面してやる。と言ってくれた。宮城の広い通りを私たちは風に吹かれて歩いた。すき家橋で別れる時、栗山は、また会うよ。いつでも知らせなさい。と言って、きれいな名刺をくれて、100円札を2枚渡してくれた。栗山は新しい靴を履いていた。景気がいいのだろうと私は思った。